ついたその腕に何を抱いてる。はい、こんにちは、カズマダ博物館です。ということで今日はこちら、仮面ライダー01映画特大号テレビくん4月号増刊ということで、01が大きくドーンと目立つように載ってますが、今回は01じゃなくてこちら、スカルライドウォッチということで、撃っていいのは撃たれる覚悟はあるやつだけだぜということで、おやすさんのライドウォッチついに出ましたね。こういう形で出たかと思いました。スカルライドウォッチは僕なんだっけ、あなたがライドウォッチにしてほしいライダー投票イエーイみたいなやつあったじゃないですか、ちょっと前に。でプレ版でこれがライドウォッチ化されるみたいな、投票で上位だったこれがライドウォッチ化されるみたいな感じで、いやいやちょっと待ってっつって、みんなおかしいだろうと、絶対これやらせだろうみたいな感じになったじゃないですか。まあちょっと知ってる人と知らない人いるとは思うんですけども、まあね、あれはね、俺もね、なんかわざとだと思う。なんかとりあえずやらせるだけ、みんなに乗らせるだけ乗らしといて、やらしといて、実際はもう正直もう決まってたと思うんだよね、大体は。なんとなく、うん、だからスカルはまあ単体で出そうということで多分出てきたと思います。まあそれは俺の、あくまで俺の憶測でしか話してないから分かんないことなんだけども、でもまあまあまあ、じゃあちょっと開けてみたいと思います。あ、でも待って、これさ、封筒探偵リアル、何これ、書き下ろしリアルウォッチ、ん ?3250円。あ、応募者全員有料サービスね。うわー、かっこいい、ゼロワン。なんかね、最初ね、ちょっとね、キモいなって思ったんだけど、テラフォーマーみたいだなって思ったんだけど、いや、あのね、かっこいい。もう見慣れてきちゃった、俺。あ、すごい、これこれ。もう出てるから言っちゃうけど、本に。仮面ライダー01フライングファルコンっていう、まあフォームチェンジした姿が、すげえかっこいいんだよね。で、なんで、この01がね、この黒い部分が多いかっていうのも、あ、てか、これ出てんじゃん。これこれ。このね、顔がね、シャキーンってなるんよ。シャキーンって。で、これがつくみたいな。これがね、かっこいいんだよね。あ、そういうことねって思いました、正直。だから、すごーと思って。で、あとはもう正直、映画の内容がそっくりそのままこの本に書いてある。あらあらあら。そうなんだね。すごいわ。これはすごい。わあ、かっこいいおやすさん。マジ、俺多分好きなライダー誰って言われたら間違いなく、スカルは即答で出てきますね。唯一ちゃんと集めてる SH フィギュアーツでもありますし、僕がね、真骨頂もしっかり、普通の、過去の SH もそうですけども、クリスタルバージョンとかもそうですけどね、こんな感じで入っております。まあ、吉川浩司が好きっていうね、ちょっとその補正もかかってますけどね、もうじきねライブがありますけども、そちらにもね行ってこようかなと思います。さあ、組み立てますよ。これでいいかな。仮面って書いてある方を上にしてパチンと。かっこいいね、なんかこれブランクみたいだね。で、シールありますので、シール取り付けましょう。ここにね、ピッと、この世界に、さあお前の罪を数え、魂に踏みとどまれ。さあ、どうでしょう、いきます。なんつった？選手？アーマータイム！あ、もう、ザーですね。で、ひさざマキシマン。もう一回聞いてみよう。フートを守った伝説の選手は、スカルだ。あー、伝説の選手はね。選手は、選手って聞いて、選手は、スカルだ。じゃあ、ライドウォッチモード。時空ドライバーモードか。てか、音でかいね。
ああ、やっぱいいね。ダブル系のライドっち分かりやすくていいよね。ちゃんとガイアメモリーがこう入って、開いた展開した音、そしてスカルって言って、そしてその後は交換音が流れ、これいいね、本当に。はい、ということで、あ、値段言ってなかったですけども、これはね、お値段は1999円。似合う男になれということで、めちゃ激渋なの。こんな言葉書いても分かんねえよ、子供。音声大公開って書いてあったね。はい、ということで、こんな感じでした。ぜひ皆さんも、お見逃しなく。それではまた明日。